フリッツ・オーバーベック、フリッツ・オーバーベックは、ドイツの画家、ブレーメン出身、ボルプスベーデに住んでいた、ドイツの造船会社、ノード・ドイッチャー、ロイドの技術重役の息子として生まれた。高校を卒業した後、1889年から1893年の間、デュッセルドルフ美術アカデミーで、オイゲン・デュッカーや、ピーター・ヤンセンに学んだ。1894年に、 オット・モーダーゾーンに誘われて多くの芸術家が集まったドイツの街、ボルプスベイーデにスタジオを作った。この地の荒れ果てた荒野の風景を描くことに魅了された。1897年に画家のヘルミーネ・ネローテと結婚し、息子のフリッツ・テオドール・オーバーベックは有名な植物学者になった。1900年頃、ルートヴィヒ・シュトルベルクのチョコレート会社の トレーディングカードのデザインのコンテストで選ばれた一人となった。1905年に妻が結核と診断され、家族は海辺に近いブレーメンのフェーゲザックに移り、オーバーベックは海岸や砂浜の風景を描いた。後にドイツ画家協会の会員となった。1909年に心臓病で没した。 孫娘によって財団が作られ、夫妻の作品の保存や出版活動が行われた。ありがとうございます。